ご紹介商品は異素材切り替えフード付きワンピースです。異素材の組み合わせになっていて、上がニット素材のパーカーで、下がアフターのスカートです。ドッキングなんですけど、ちょっと重ね着してるみたいな形で、すごい形綺麗ですよね。すごく軽いので、フードがついていても柔らかいニット素材なので、重さも感じずに、ここの紐も金具などがついていないので、柔らかい雰囲気でお使いいただくことができます。なんかパーカーだけどそんなにカジュアルすぎなくて綺麗ですよね。なんで、ニットの部分も薄いので、こんなにモコモコしない。あ、そうですね、通常ニットワンピースだとボリュームが出てしまうものだったり、もしくは体のラインが出すぎてしまうものが多いんですけれども、この使用されていることはすごく柔らかい素材なので、ストレスなく軽い着心地でお使いいただけます。今中村さんが着ているのがブラックです、で、私が、腰が着ているのがグレー、ちょっと柔らかなグレージュのような色の組み合わせになっていて、後ろ姿とここと前と、こう色の違いがグレーの方がなんか本当綺麗なグレーですよね。薄すぎず、濃すぎずなので、あんまりこう暗い印象にならずにお使いもいただけますよね。すっごい軽いです。そうなんです。着てないみたいにすごく軽いので、でこちらの黒も一色ではあるんですが、生地のこの切り替えがあるので、重心がこう重くならずにお使いいただけるので、1枚で可愛く着ることができます。可愛い。中村さん、身長150センチ。はい。着丈全然、ちょうど足首がちらっと出るぐらい。はい、身長150センチで、今日はローファーで合わせているんですけれども、引きずることもなく、着ることができるので、低身長さんも合わせた時だと長く感じるかもなんですが、着てみると意外と足さばきもよく、足元気にせずに着ることができます。下がタフタ素材で、ニット部分がコットン 100% で、スカートがナイロン 100% なんですけど、変に広がらないですよね。すごい柔らかい風合いで、このナイロンのここがちょっとしぼ感があるので、それがまた綺麗です。シワシワを気にせずにお使いいただけるので、着ていてストレスもないですし、取り扱いも楽ですよね。そうですね。お家でお洗濯も可能です。ちなみに、お値段15,950円税込みです。はい。このお袖のところもさりげなくこうリブになっているので、ちょっとこう隠し上げた時にスルスル落ちてこないで着ることができるので、それも今くらいの時期からさらっと着れるポイントかなと思います。1枚で着てもすごい様になりますよね。中瀬さんのセットもとっても似合っています。なんか本当重ね着してるみたいじゃないですか。1枚も見えない。実はこれウエストのここの部分が切り替え部分に少しだけゴムが入っているので、程よいぴったり、ぴったりっていう窮屈感もないんですけど、ここにゴムがあるおかげであまりこうゴワゴワせずに着ることができます。それいる大事ですね。ありがとうございます。ベリーブ大事ですよね。やっぱかけられる。
とはこう切り替えが少し高い位置での切り替えになっているので、うん、それだけでスタイルアップ効果があります。ね、1枚で決まるっていうのがいいですよね。ちょっと痩せて見えると思いますでも全身黒コーデかっこいいですよね、うん、全然なんかコーデを似合ってるってメッセージいただきました。 ありがとうございます。そろそろ今日はこのワンピースに合うアウターですね、はい、おすすめのものを一緒にご紹介させていただきたいと思います、はい、では、はい、ちょっと見てまいりますグリーンも本当に色合いがいいんですよ。長さは昔158センチで見えました。スニーカー合わせで足首が出るんですけど、めちゃくちゃ軽いので、あ、ありがとうございます。なんか普段私こういうの着慣れないんですけど、もう着てみてすごいびっくりです。すごい着やすくて、でしかもポケットがついております。両方結構ワンピースってポケット大事ですよね。うん、1枚で着るのでスマホも入れられます。あ、再び登場です。あと今私はこの番マオメイドさんのワンピースの上にミューニックの9オンススラブデニムワイドジップブルゾンを合わせております。これもすごく軽くてさっとオーバーサイズのなのですが、丈があまりこう長すぎないのでフォルムがとても可愛いです。で今は私こちらのネイビーのブルゾンと黒を合わせているんですけれども、ワンピースの黒が一色使いではあるんですが、やはりこう異素材切り替えになっているのでこう暗い雰囲気にならずにお使いいただくことができます。次は星さんです、はい、ジレを着てみました。まだちょっと暑いのでそんなにアウターっていう前にちょうどベストとも合いますかっていただいてます。こういう長めのベストと合わせてもすごいかっこよく着ていただけます。長さはワンピースと同じぐらいあるんですけど、ちょっと A ラインのベストでなんかすごいカジュアルなベストと合わせていただいても可愛いかなと。すごい このジレも軽い素材なのでこういうちょっと柔らかめのものと合わせても綺麗ですね。あ、合いますね。ありがとうございます。そうジレ合わせてもいいんですよ。だいぶ涼しくなりましたけどまだ結構昼間が暑いので今日もお客様なんか長袖できたら暑かったとおっしゃるお客さん結構多かったので、あ、ジレ合わせありがとうございます。いいですよねジレの合わせ、なんかカジュアル、割とカジュアルな合わせなのでちょっときれいめのジレ合わせてもすごいきれいに着ていただけます。また月から次へとそうなんです。あと先ほどはショートダウン、あ、ショートブルゾン合わせて見ましたので、今度はこのエイミーローさんの配色のコートをご紹介させていただきます。これもすごく長めのアイテムにはなるんですけれども、うん、色合わせしていただいてもまたこのコートはこのコートで1枚でポイントになりますので、すごく軽くて着やすいです。でこちらもお袖の割りがあまりこうピタッとせずに着ることができるので、厚手のニットを重ねていただいても腕通しがとてもしやすいです。なんかこの帽子すごい可愛いですよね。 ありがとうございます。ちなみに色違いも一緒にご紹介させていただきます。こちらちなみに、初めのデザインに合っているんですが、ワンピース格好してしまうんですけれども、
ようなデザインになっております。ちなみにこちらお色味違いが出ています。こちらも柔らかな色合いのものですね。失礼しました。だいぶ同じ形でも色で雰囲気が変わるので、星さんの着てらっしゃるワンピースの色にこういう優しい色と一緒に合わせていただいても可愛いかなと思います。配色すごい綺麗です、でこの、長めのものと長めのワンピースと合わせてもバランスが綺麗に着ることができます。でお次はまた星さんお着替えしてくださったのでそちらご紹介いたします、私はちょっと短めのジャケットを着てみました。以前ご紹介してるんですけどエコレザーです。ほんと軽いですね。すごい柔らかくて形もすごい綺麗な、黒合わせてもいいんですけどグレーとブラウンは可愛くない。これ止めると下ワンピースに見えないですよ。ワンパンとスカート着てるように見えるんですけど、ここからも出ないので、出して着るのも可愛いんですけど、割とこう綺麗めなものにやっぱりワンピースだとここからトップスが出ないので、結構短め丈と合わせやすいです。ちなみにアウター以外のコーディネート一方だけ、ぜひチャレンジしてみます。じゃあ星さんじゃあお願いいたします。じゃあその間に皆様中村のお相手よろしくお願いいたします。でこちらのワンピースは少し下裏地がついているわけではないんですけれども、透け感気にせずに着ることができます。でもっと寒さが深まった時は下にデニムなどを合わせていただいても、あまりこう外側にデニムを履いているボリュームも外に出ずにお使いいただけるので重ね着もしやすいかなと思います。で今日もこのワンピースをお試しいただいたお客様がいらっしゃるんですけれども、着心地の良さと、あと形の綺麗さですね、感動してくださったお客様もいらっしゃいました。去年もこちらのデザインご用意があったんですけれども、アタック間になくなってしまいましたので、皆様もぜひ見にいらしてください。あそして次がまた星さんお予約品のニットを着てみました。いかがでしょう。バランスがいいと思います。ね、なんか新しい発見ですよね、はい、全然1枚で着れるんですけど、こういう重ね着も可愛くないですか。とっても発見です。ねえ、ねフードがついてても、またこの襟の出方具合のバランスもとってもいいのと、でこのニットもここがぴったりすぎないので、こういうニットの上にニット重ねていただいても、嫌なボリューム感だったりとか、窮屈感なく着ることができるので、これ発見ですよね。ねすごい可愛い。すでにこちらご予約いただいた方、このワンピースとぜひ合わせてきてほしいなと思いました。これは本当にちょっと我々発見した時に感動してしまいましたので、もう新たな着こなしですよね。あったかい。やはりでもだんだんと、ね、寒さも少しずつ出てきておりますので、店内は可愛い焼き物がたくさん揃っております。
った袖のチラ見せ可愛いです。いいですね、いいです。そう、やっぱ重ね着ってこれがいいですよね。あ、すごくさりげないです。うん、なんかこのリブの大きさがちょっと違うので、それがまた可愛いですよね。うん、なんかいろいろ着込んでる風にも見えないですしね。うん、そうなんですよ。ぜひチャレンジしてみてください。あ、そろそろお時間です。あ、最後にもう一回、はい、おさらいをさせていただきます。はい、じゃあこちらがワンピースがマオメイドさんの異素材切り替えフード付きワンピースでございます。お値段は税込みで15,950円でございます。色合いは中村が着ております、黒とおじさんが着ているグレーの2色展開でございます。で、お素材を今一度ご紹介させていただくと、ニット部分がコットン100になっておりまして、下の部分はナイロン 100% ですね。お家でお洗濯することもできます。体にまとわりつかない柔らかな、ね、本当に軽いです。サイズ感でお使いいただけるので、はい、秋の始まりの1枚にとてもおすすめな一着となっております。はい、ぜひお試しにいらしてください。また ね、終わりがます。店頭でまたお会いできること楽しみにしております。はい、ご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。さようなら。